延岡駅は宮崎県延岡市幸井町三丁目にある九州旅客鉄道日本貨物鉄道日本本線の駅である事務官コードは92万554高千穂鉄道高千穂線が乗り入れていたが2005年に台風の被害により運休となり九州を経て2007年に正式に廃止されている単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の 合計2面3線のホームと留置線数本を有する地上駅でホーム間はエレベーター付きの古線橋で結ばれている。鉄筋コンクリート作りの駅本屋は校内の西側にあり短式ホームに接して設置されている。直営駅で緑の窓口とポスターマ付き、液晶ディスプレイ式の小型発射表の設備を有する。 延岡中学校に通学した若山牧水が延岡を持って書いた詩が駅舎玄関の大きな柱に書かれており、駅名標のイラストは五ヶ瀬川を渡るあゆが描かれている。現在は出荷改札担当一人、助役一人の計二人が宿直勤務に従事する。他に信号担当など日勤の設定もある。現在の出札窓口数は1となっている。 駅舎は1965年に供用開始されたものであるが、延岡駅周辺整備事業の進捗に伴い、2015年12月5日から一旦仮駅舎へ移行し、耐震化、内装の全面変更など大規模な改修工事を行った上で2017年8月5日に、その後、市民活動スペース、読書空間、カフェ機能等を備えた複合施設、エンクロスを、 駅舎前方に建設し、2018年4月13日にオープンした。エンクロスはカルチュア・コンビニエンス・クラブが指定管理者となり運営する。2018年2月、前月の延岡市長選挙で当選したユンタンザ・ヨウジが CCC へ支払う委託料が高額であり、費用対効果を検証するためとして、 開業を無期延期することを表明したが、3月19日に市議会予算審査特別委員会において延期は認めないとする動議が可決され市長が受け入れたため、4月13日に全面開業した。施設内の総合待合スペースや改修された東西自由通路は当初の予定通り4月1日から供用開始されている。 エンクロスを核とした、延岡駅周辺整備プロジェクトは2020年の日本建築学会賞の作品賞に選ばれた。仮駅舎工事に同時に、古線橋も新設され、バリアフリーに対応したエレベーター付きの新古線橋となった。列車接近放送として、強度芸能、バンバ、踊りが使われている。JR の駅舎に接する短式ホームの北、延岡方にあった切り欠き機。 ホーム一面一線を使用していた。その南側に接して、高千穂鉄道の小さな駅本屋が置かれ、ホームへは、駅外部及び JR のホームから、駅本屋の改札を通じて出入りするようになっていた。JR 駅出口にある、高千穂鉄道のリバ案内サインは、高千穂線廃止後に、高千穂方面バス乗り場と書き換えられ、延岡駅前、バスセンターの方向を指している。 JR 九州の旅客駅の東側に位置し、コンテナを取り扱う設備として一面のコンテナホームとホームに接する二役線一本がある。この二役線は、駅の着発線とは、南のベオカ駅方面へ伸びる、引き上げ線を介して繋がっている。かつては、駅北側にある朝日火星工場への専用線があり、専用線においても、コンテナなどを取り扱っていた。入れ替え作業や、 コンテナ積み下ろし作業は JR 貨物グループ企業の JR 貨物、九州ロジスティクスが行う。2019年3月改正時点では、当駅でコンテナを取り扱うのは以下の列車である。出発到着列車代体のトラック便は、佐渡原オフレールステーションとの間に1日20に往復が設定されている。城下町のベと五カ瀬川を挟んで、北側の対岸にある。 岡富村にできた、当駅は開業以来、延岡の玄関口として機能し、駅出口のある西側は、延岡市街に連絡するのみならず、現在では、中心街の北部を構成する。元々の川中に対し、川北地区と呼ばれている。駅から今、山まで数百メートルの狭い平地に、商業、サービス施設や低層マンションやアパートなどの住宅が混在する状況となっている。 この地はもともと今山、ヤワタグーの門前町として栄えてきた。そのためかいくつか製菓業者が存在するなどの特徴がある。駅近傍には、シティホテル1軒、ビジネスホテルが4軒、酒場を含む飲食店がいくつか立地し、朝日火星出張客に代表される長距離旅客が多いことをよく反映している。西方、約200メートルのところには、 山下新店街というアーケード商店街が南北に伸びているが駅からは見えにくい。閉店している店も見かけられる幸い町商店街を経て南方約五百メートル程度進めば五ヶ瀬川を渡る橋がかかっており川中地区の観楽街に接続する。北方約七百メートル先にはかつて大量の雇用を創出していた旭化成の旧霊四工場があり、その周辺は アーケード商店街となっているもののこちらも衰退傾向にある。このレイヨンとベンベルグの両工場に挟まれるように市街が存在しており、それぞれ北南端のランドマークにもなっており、現在でも地元では単にレイヨンで通じるほどである。東側は新興住宅街、日の出町が広がる。駅前には帝国になると噴水が舞う憩いの広場が設けてある。 また、延岡は、旭化成陸上部に代表されるように、陸上競技が盛んな町であるため、当地出身の選手たちの手形や足形などが展示してある。改札を出て、延岡駅バス停前の古線橋を渡ると、駅東側へ抜けることができる。延岡駅前、バスセンターあたり駅発着の一般路線バスはすべて、宮崎交通が運行している。延岡駅周辺整備事業に伴い、 2018年4月1日より、駅前にバス乗り場が整備され、延岡駅発着、経由の全路線がこのバス乗り場に発着するようになった。延岡高地保管を除く、一般路線バスは、市内線、郊外線、街中循環バスのいずれもエンクロス前から出発し、高速バス、特急バス、延岡高地保管のバスはその向かいから出発する。 2018年3月までは駅舎の横に郊外線や高速バスが発着する延岡駅前バスセンター駅前広場上に市内線が発着する延岡駅バス停があった。1999年に駅前広場が完成した際、市内線は新たにできた延岡駅バス停に発着するようになった。それ以前の市内線は駅前に入らず、 徒歩約1分の旧国道10号線上にある、延岡駅前バス停が、駅の最寄りバス停であった、延岡駅前バスセンターと延岡駅バス停は統合されず、駅最寄りでなくなった、延岡駅前バス停も解消されることもなかったため、延岡駅を名乗るバス停が3つ並存していた。駅前バス乗り場の整備とともに、延岡駅前バスセンターは廃止され、同時に延岡駅前バス停も、 萩町に解消されたため、閉村状態は解消した。行き先の読みは、行政地名や、旧来の読みと異なる場合がある。九州旅客鉄道日報本線北延岡駅、延岡駅南延岡駅高千穂鉄道高千穂線、延岡駅西延岡駅。ありがとうございます。